ゲイリー・グラフマンはアメリカ合衆国のピアニスト、音楽教師、存命する最高のピアニストの一人とみなされている。ロシア系ユダヤ人を両親にニューヨーク市に生まれる。3歳でピアノを始め、7歳でカーティス音楽院に入学、ヨゼフ・ホフマン等に支持する。10年後に卒業し、友人をおまん離式するフィラデルフィア管弦楽団と共演してデビューを果たした。 20歳になるまでにアメリカ合衆国の内外でソリストとして名声を馳せる。1948年にレーベントリット賞を受賞。デビュー時からピアニストとして成功の道のりを歩んでいたが、ウラジーミル・ホロビッツとルドルフ・ゼルキンの下でさらに研産を積む。この間に多くのオーケストラと共演し、マルボロ音楽祭などでの音楽会やリサイタルにも出演した。 それから30年以上にわたって演奏旅行や録音を積極的に行い、世界中のオーケストラと共演を重ねた。その後、1979年に右手が故障するが、この時期から文筆や写真、東洋美術など他の関心を追求した。1980年にカーティス音楽院の教職員に迎えられ、教育活動に着手。 1993年にネットローレムのピアノ競争曲第4番を初演。これは特に左手のために作曲されている。その後もグラフマンのために作曲された多くの作品を過去10年間にわたって初演してきた。長年にわたって音楽に専念、献身してきた功労により、フィラデルフィアやニューヨークなどの都市やペンシルベニア州政府などから様々な名誉や、 名誉学位を授与されている。教育者としては、ピアノだけでなく、室内楽演奏の指導にも携わっている。有名な門人には、中国出身のランランやユジャワン、中国系アメリカ人のクレア・フアンチ等がいる。グラフマンに指示したことにより、彼らは、ホロビッツの孫弟子という自負を持ち、ホロビッツ編曲による、カルメン幻想曲、正常期を永遠なれ、死の舞踏を。 結婚更新曲等を演奏している。また、グラフマンはバイオリニストのヒラリー・ハーンの室内学の師でもある。1995年からカーティス音楽院院長を務めてきたが、2005年度の学期末をもって退任の意思を示している。だが、引き続きピアノ科教授の一員として活動することになっている。ありがとうございます。